ネガティブでした。最近ね、マジでネイチャーカンさんの商品にハマってて、これね、CBD オイル、オイル苦手だったんですけど、舌下に垂らすんですよ、3滴。本当にこれ睡眠マジで改善されて、あと食欲もね、若干抑えられるじゃないですけど、僕のコードで安くなるんで、買ってみてください。モーニング、モーニング、グッドモーニング。おー、センキューベン。今日はね、プレゼンテーションなんで、いや楽しみやな。1ヶ月間練習してきた成果を発揮する日です。今日がラスト練習ですね。久しぶりのパフォーマンスで緊張してるんですけど、頑張っていきたいと思います。 Good morning guys! Good morning! バーン、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます、ジャポン。はいはい、ウエブラシオ。おはよう、元気？緊張する、うん、まあまあまあ、練習しまくってるからね、まあ、ちょいちょい、うん、まあね、手の皮もね、むけて痛いんですけど、まあ、今日がラストやからな、頑張ろう。俺が終わったらクロアチアに行くんで、ちょっと今ご飯食べたかあれやけど、若干締まってきた。ほんまや、やろう、うん、だいぶやで。すごいね、やろう、うん、めっちゃ頑張ってるもん。足別に痛いわけじゃないんですけど、なるべく予防できるものは予防するみたいなね。いい感じっすよ。で、練習前にね、カルニチンとレッドギアで、これ絶対飲みます。うわーってなる。こういう感じでいつもみたいにテーピング巻いてやります。これのテーピングのやり方とかね、手痛くてもできる方法載せてるんで、皆さんそれもね見てください、ぜひ。おはようございます。おはようございます。やっと終わりましたよ。まあいい感じですよね。ということで、今からジムでトレーニングするんですけど、 I am gonna work out for the legs with this guy. Amazing guy. その前にね、僕はちょこちょここれを食べてるんですけど、 PHD さんのプロテインバー、これを食べてから行きます。演目自体は全然まだ完璧じゃないんですけど、ここから衣装着てメイクして音楽にもっと合わせてっていうのを、クロアチアにあと1週間後に行って、1ヶ月間でリハーサルが始まってやります。Are you ready, Fabio? No, I'm checking Instagram first. Ah.
almost enough. Oh my god, man. I would just try my knees. No way. Is it too heavy? Yeah. Come on. Push it, push it. Push. Push. And leaning forward a little bit. Yeah, that's it. Nice and push. Okay. 7 steps each. Shindo, 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 shindo. Davai, davai, let's go. Finish, Jun. Nice. Oh, maji de. 見てくださいよ。だいぶだいぶ絞れてきたんじゃないですか。マジでめっちゃいい感じに絞れてきました。頑張ります。 Great job, Fabio. Thank you. Yes. Let's get ripped. 今日足トレ苦手な足トレだったんですけど、最近ね足トレもだいぶ重たい流れになってきたし、だいぶ楽しくなってきたんですよね。やっぱ筋トレ楽しいなって、筋トレ中毒みたいになってますけど、減量はやっぱきついです。ぶっちゃけ練習とか仕事しながらすごい二足のわらじ履くって決意してしまったなって毎日思ってるんですけど、いやさ、だいぶね、あと2ヶ月ありますから体絞れてるでしょ、思わないですか。早めに仕上げたいですね。でまあ筋トレの時はね、こういう風に EA を飲みます。トレーニング終わって今からね、まあ、基本的にトレーニング1時間とか1時間半前ぐらいにプロテイン飲むんですけど、ちょっと時間なくて飲めなかったんで、で今からまたスケジュールがパンパンでね、ご飯食べる時間がないんで早急にプロテインを取ります。で最近マジでハマってるのが、インスタグラムとかツイッターでも言ってるんですけど、このネイチャーカンさんのプロテインにマジでハマってて、まず一番最初に味がマジで美味しいっていうのと、1スクープで 21g のプロテインが取れるんですよ。だから2スクープで 40g 取れるのに 150kcal しかないんですよ。最強ちゃいます。やっとご飯です。ブロッコリー 150g、 ご飯 185g、 鶏肉 140g ですね。結構ね、練習ハードなんで多めにかけます。はあ、ということでやっといただきます。ふわ、ナクセル飲んで今日も頑張ったわ、ほんま。この後ね、コスチュームフィッティングがあるんで行かないといけないんですけど、いただきます。最近ね、ビタミングミでね食べてます。まあもちろんそのご飯食べた後にマルチビタミンも食べるというか飲むんですけど、わー楽しみやな。いただきます。本当にこの数日で減量開始頑張るって言ってからマジで体変わってるし、すごいパフォーマンスもやっぱりね、体が絞れてくると脂肪が減ってるんで、すごい動きやすいんですよね。脂質が多いもんとか甘いもん食べたいなっていうのはあるんですけど、まあ目標のためにはね、何かを我慢して何かを得るっていうね。ほぼ毎日同じようなご飯なんですけど、その鶏がホタテとかエビに変わるぐらいかな。たまに1ヶ月間頑張ったな。もうリハーサルが始まるわ、楽しみ。てかね、この僕が飲んでるマルチビタミンなんですけど、 Amazon で人気度ランキングとか売れ筋ランキングとか全部1位になったらしくて、僕が取り始めた頃ってほんと多分ビタパワーっていうのが全然浸透してない時からやってるんで、もう半年以上前なんで、嬉しいですね。自分が好んで使ってる商品が、まあ、そうやってこうみんなに浸透していって、いいですいいですって言ってもらえるっていうのは嬉しいなと思います。やっぱりねビタミン大事なんでね、マルチビタミンも皆さんによかったら取ってみてくださいね。そしてお決まりのボニークですね。あと1時間ぐらいできるんですけど、これを次予定がある間にやっておきます。そして夜のために備えておきます。 Hi. I'm getting my makeup done for Crystal. You make good videos, I like them. Yeah. Yeah, you got really into them, huh? Right.
わー、ヨハンさん。ふぅ、どんなコスチュームなんやろ。サル。I just finished working out for my legs. My legs are shaking. はい、ということで一日の全日程が終わって、まあ、今日もものすごく疲れたんですけど、自分が決めたことだったりとか、まあ、いろいろね、自分がやんなきゃいけないことっていうのはちゃんとできたんでよかったかなっていうふうに思ってて、先日ね、大会に出場しますみたいな動画を出して、今体も絞ってるし筋トレもしてるし二足のわらじを履くのは大変やしみたいなことを言ったんですけど、まあ、それによってね、まあ、いろんなコメントをいただいて、応援してますとかモチベーションいただきましたっていういいコメントもあれば、もちろんね、軸ブレブレやんけお前とか、なんか心配するような声だったりとか、まあ、そういう、まあ、アンチじゃないですけど、すごいいろいろそういうコメントもいただいて、まあ、僕が思うのはシルクドソレイユで働いたことないじゃないですか皆さん。だからこの中がどういう状況でとかって分かんないわけじゃないですか。で、僕が無理って思ったら別に無謀再生回数を取るために別に大会出ようと思ったわけじゃないし、再生回数例えば取ったとしても、本当にこれは言いたいことなんですけど、取ったとしてもそれ以上にしんどいことをやらなきゃいけないわけですよ。ということはそれに見合ってないというか、だから別に再生回数だけ欲しいんやったら別に大会出ようなんて思ってないし、自分が本当にやりたいことだったからやりたかっただけで、そういうのはちょっと、まあ、普段僕はこういう感情的なことは言わないんですけど、まあ、なんかこういうのは別に触れなくてもいいのかなと思うんですけど、自分が思ってる以上にしんどいことですよって俺は別に思うんですよ。で、それを自分で選んだ道なんで別にね、どう誰にそう言われようと別にいいんですけど、なんかこう軸がブレてるとかっていうのは、別に軸は全然ブレてなくて、シルクドソレイユに舞台に立つために毎日練習してるし、こんなね、手の皮だって向けて、で毎日ね、練習終わってトレーニングしてリカバリーしてアイシングしてケアしてとか、カロリーもちゃんと計算してグラムも取ってサプリメントも取ってとかってね、もう本当にぶっちゃけプロフェッショナルよりもプロだと思うし、シルクドソレイユの中でも僕が一番プロ意識高いんじゃないかなって思うぐらいやってるんですよ。だから別に全然軸はぶれてなくて、別にやりたいことだったりとか自分が努力してることに対してなんかこう軸ぶれてたりとかって言われるのはすごいコメントを見てて僕もちょっと悲しいというか、まあ、絶対に見返したろうって思いはあるんですけど、やっぱりそれなりの覚悟を持ってやっぱ動画にしてるし、何十万人僕はフォロワーがいる中でやっぱこう動画にするってことは中途半端な気持ちで出してないんで、まあ、そこだけは分かっていただきたいかなっていう感じで、まあ、今日もね、まあ、一応ね、目標にしてたプレゼンテーションっていうのは一応終わって、新しい僕のね、高校の時の後輩の仲間も短期間ですけど合流したんで、一緒にね、できるところまでね、こうステージの上で楽しめたらなっていうふうに思います。ちょっとね、普段の僕とはちょっと違う感じだったんですけど、まあ、最近ずっとすごいそれを見てて思ってたんで、まあ、僕がもしね、その他の人にね、迷惑かけたりとか、もう自分がね、どうしても無理って思ったら、やっぱりそこはね、大会よりもシルクドソレイユを多分優先すると思いますけど、できるところまではちょっとやりたい、挑戦したいということで今回こういう挑戦をさせていただいているんで、まあ、そこはね、ぜひ皆さんもね、温かい目で見守っていただければなっていうふうに思います。まあ、現にね、体もだいぶ、はい、絞れてきてるんで、なんで、まあ、アスリートとしてシルクドソレイユのアーティストとしてフィジーカーとしてじゃないんですけど、まあ、そういうアスリートとして体を絞って大会にも出るっていうね、なんか新しい道じゃないですけど、自分の中でね、ベストな道を探しながら探りながらね、それも一つの経験だと思うんで、やっていければいいかなっていうふうに思います。はい、もう少しね、頑張ります。はい、ということでね、ぜひね、今後もアクトルブログのことをね、皆さん応援していただければいいかなと思います。頑張るので皆さんね、ぜひ楽しみにしておいてください。それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。